はい、皆さんこんにちは。今回ですね、なんとゲストが来てくれました。ボイドのみつくんです。こんにちは、みつです。はい、ということで今回ですね、みつくんとなんとコラボさせていただくことになりましたね。みつくんといえば、まあ得意な国はどこですか？得意な国一応得意なのかな、まあまあちょっと他にもいっぱい強い人いるんで、はいはいはい、言いにくいですけど、まあ一応ロシアとか、うん、おー、いやー、そうなんですよね。ロシアね、私が一番苦手なロシアを得意とされてるところで、はい、今回はですね NMPG ね、やっていこうかなと思います。さあ、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、ってことで準備が整ったのでやっていきたいと思います。さあ、どんな戦いになるんでしょうか。ではやっていきましょう。さあ、始まりました。さて、これはお？いきなりわかんないけど、難しいっすね。うーん、むずいね。いやー、これえいや、わかんないっすね。いやー、怖くて置けないどうだろう。じゃあここら辺いってみますか。うわー、すごい、イタリア。全然わからなかった今。イタリア、あー、まあちょっと家がちょっとイタリアっぽかった。うーん、いや、すごい、ピンク色の壁とかが。なるほどね。うん、確かに。いや、すごいですね。はい、さあ、こちらはこれは、これは何ん、えこれなんだろう、なんだ、え、全く見当がつかないですが、これは、いや、ちょっとこれは僕もちょっとまだ大陸がいや、わかんないですよね。大陸が分かってないですよ。うん、いやー、難しい。これどうなんだろう。じゃあとりあえず押してみますか。さあ、勘です。もう、うわー超すげえ。え、ガーナ合ってた。なるほど、ってことは車逆向いてますなるほど。いやー、ガーナ、いや、左側通行だから、えと思って、 そんな国ないと思って。なるほどね。いや、超すごい、やっぱ強いっすね。難しいっすね。でも、はい、特徴はなかったです、ね、いやー、めっちゃすごいっす。ということで、さあ、もう終わっちゃいそうなんですが相手になってるか、これ。今回はちょっと難しいのが多いですね。うん、さあ、これは、うーん、全然わかんない。いやドルウェイの方か超すごい。いやめっちゃ強いですね。いや、全然わかんなかったです、今の。ノルウェー、これがノルウェーみたいですね。ちょっと北欧っぽい家が多かったかなって印象で。なるほど。で、まあ、これがどこか、あんまり白川とかは見えなかったな。あー、確かに。いや、後ろ向いたらね、うわー、めっちゃ北欧っぽいわいや、これそうか、北欧か、確かに。いや、ひどいゲストしてしまった。いやー、まあでも NFZ とこんなもん。いやー、めっちゃむずい。うん、難しいですね。パーメタが、うーん、使えないのきついね。結構、いやー、厳しいですね。はい、ということでボコられたんですが、ちょっとね、もう一回やっていきたいと思います。いやー、今ね、はい、ちょっとボコボコにされたんで悔しいんで、もう一回やらせてくださいはい、いや、全然大丈夫、やりましょうやりましょう。
いやまあね、これ本当にね、トップのプレイヤーでも大陸を見せることあるぐらい難しいんで、まあ私なんかがやるようなモードじゃないんですが、さあ最初は？は。いやー難しいですね。いやーめっちゃ難しいですねこれも。いやーわかんないこれ。まあちょっとこれはわかんない。わかんないです。マジでわかんない。全然わかんない。左のやつが教会だと思うんですけど、その宗派によっていろいろ。うーわー。なるほど。いや思いました。チェコ思ったんですけど、家がちょっとあまりにもスペインとかポルトガルっぽいかなと思ったんですが。確かにちょっと地中海周辺を感じましたね。さあ続いては、これはどうなんだ、これは。合ってるのかな、ちょっと。うわあ、これかな。いやいや思いましたよね。いやチュニジアかヨルダンかなって思ったんですけど。そうですね。いやいやこれあり あるあるですよね。お互い間違える。はい、さあ続いては、いやこれむずいよ。これは？どうなったの？いやわかんないですねこれ。ちょっと僕もこれ自信ないです。全然わかんないですね。ね、うわあ、いやーやっぱりか。いやエクアドル思ったんですよ。思ったんですけど、そうですね。僕もちょっとエクアドルあるかなって思って。石垣の感じが東南アジアかな。というようにお互いこんな感じです。はい。なかなか国が当たらない。いやー難しいですね。さあこちらは。いやーむずいぞこれ。1戦目も難しいって思ってたけど、2戦目もなかなかさらにむずいですね。いやこれはわかんない。いやどうなんだろうな。いやわかんないですね。いやどうだろう。うおー、なるほど。なるほど。なるほどね。多分。はいはいはい。なるほど。いや、赤縁見えたんで、ルーマニア置いたんですけど、なるほど。確かに。赤縁結構いろんな国あるんで。確かにオランダとかも赤縁っすよね。アンダベルギー、フランス、あ、フランスじゃない、スペインか。スペインですね。ね、結構。いやー、やっぱそのセンスがすごいっすね。さあ、これは？おお、これなかなかですね。ヒントがありそうでない。わかんないですね。画質が。そうですね。いやー難しいですねこれ。そうですね。
いや、お互い押せないという勘ですね。はい、行っちゃいましょう。おお、まあ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 、まあ、こっちの雰囲気は感じましたよね。そうですね。いやー難しい。さあ、うわー来ました。さあこれはもう置いちゃいましょう。合ってるのか。結構悩みますねこれ。おお、なるほど。いやそれはすごい。いやージェン2なんでね、アイルランド置きたくなっちゃいますよね。ジェン2はアイルランドが基本的に多いんですけど、イギリスにもあるんで。そうですね、イギリスにもありますね。いやーさあ無理ですねこれは。これきつい。これなんだ。あ、ちょっとこれはわかんないですね。しっすね。うわあ。くっつく。なるほど。全然わかんなかったです。いやあ負けました。つえ。でもお互いわかんないです、ね。いやあさあ2戦取られてしまいました。さあということでじゃあラストにしますか。ラストしますか。はい。はい、じゃあいきます。やっていきましょう。いやー最後ぐらい勝ちたいな。さあこちらは。さあどうでしょう。いやー国が合ってるかどうか。おお。おお。まあ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 。はい、さあ続いては。これは？これは来てしまいましたか？これは何なんですか？え？え？これ何？めちゃくちゃ難しい。え？何これ？奥にある。まずヒントがガードレールぐらいしかない。ガードレールが。ぽいけど。いやー怖いじゃないよねこれ。さあ心理戦も始まってます。さあこれは。じゃあちょっと押させていただきます。いやーちょっと待ってください。これはわかんないですよ。うわ、え？コロンビア。コロンビア。全く分かんないですね。いや、ちょっと無理ですね。無理ですね。さあ。中央線消えているという。間違いないです。さあ、続いては？これもめっちゃむずいですね。そうですね。大陸はわかるんだけど。いやー大陸も怪しいかもしれないです。どうだろう。どうしよう、不安になってきたな。そう言われると。え？不安になってきたな。いやじゃあ押してみましょう。わかんないな。
おお。これはアメリカ？いや、カナダっすよね。カナダですね。ギリギリ。さあ、続いては。いやー、これまた特徴ありそうですけど。え、どうで？いやー、怖いっすね。いや、なんだ。さあ、パッと見でいってみますか。よーし、強い。これはでかい。これはでかい。うん。なるほど。ユカタンか。いやー、今のはユカタンをちょっと感じれた。そうですね。言われてみれば。まあ、ありますよね、そういうこと。言われてみれば、みたいな。さあ、これは目の前に電柱があるが、どこなんでしょう。さあ、いや、むずいっすね、これも。難しいっすね。奥行きないな。おーっと、うわ、おっと、ギリギリ耐えたか。まだ決まらない。うん、さあ、決まってしまうのか。さあ、ここで大陸がわからない。これはまずい。え、いや、怖いっすね、これ。いいんだ、これは。これなんでしょう。え。さあ、これは、いやー、いやー、いや、わかんないっすね。あんまり敵倒せないんだけど。おお。よしよしよし。まあ、お互いでもタイってのはなんとなく、うん、いやー、すごい寄せだ。すごすぎる。いやー、めちゃめちゃすごいですね、今の。さあ、こちらは、さあ、即ゲスしてしまいましょう。さあ、これは運に頼ります。ちょっとでも近ければね、2倍なんで。さあ、どうでしょう。よーし。わあ、それはな、それは強いっすわ。これは、ありがとうございます。GG っすね。おー、GG ですね。はい。ということで、なんとかね、一勝はすることができました。はい。はい、負けちゃいました。はい。ということで、今回、ミツさんとのコラボでした。はい。いやー、いかがでしたか、はい、ありがとうございました。いやー、楽しかったです。いやー、私もめっちゃ楽しかったんで、ぜひまた機会があれば、よろしくお願いします。そうですね。はい、またやりましょう。はい。ということで、今回の動画、以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。